コロンのおもちゃになっちゃった。あー、かわいいね。喉カラカラ。喉カラカラ。かわいい。また白コロンの運動会。運動会です。はい。はい、ということで、うん、今回はですね、うん、休日のモーニングルーティーンを撮っていきたいと思います。はい、モーニングルーティーンでいいの？ルーティーンにします。一日ルーティーンだそうです。ちょっともう朝ごはんからなんですけどね。でも我が家も起きてほぼすぐご飯なんで、うん、しーちゃんがお腹空いたってすぐ言うので、とりあえず起きたらねご飯なんです、我が家は。はい、はい、ということで今日もね一日、はい、お家かな。でも背高い。え？それ座高が高いってことじゃん。何？座高が高い。え、座高。え、お尻から何？頭まで。で足が短いってこと。え、違うよ。違うの？リミ下に布団何枚も敷いてるからね。違う、布団やりない枕。枕。枕敷いてる。でもリミ座高が高いと足が短いってことなんだよ。足短いなってリミ。どんない？はい、じゃあリミちゃんと座んなさい。ダメだよそんな座り方。今日寝癖やばい。寝癖やばい。あっしょ。ちょっとね、白コロッと下で寝てた布団がリミちゃんが二度寝してたの。二度寝？リミいつも二度寝するじゃん。今日はしてない。今日は休日の朝だけは目覚めがいいよね。平日の朝はさ、ゴロ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 なかなか起きて勉強始めるけど。4度寝とかするよね、普通。そう、4度寝もする。でも休日はね、朝からね、おはよう、キラキラ、今日もいい日だね、キラキラみたいな感じだよね。本当面白いよね。はい、じゃあ食べましょう、冷めちゃう、はい、いただきます。はい、またキュウリ、ほんと好きだよね。キュウ、もう朝からキュウリある？はい、もう最近丸ごとですね、キュウリもね。こうやって一緒のまま、うん、味、あの一応ね、それチーズなんだけど、ケチャップの味薄かったらこれ、何かける？これかけて、これか、ケチャップかマヨネーズかけてもいいし。ちょっと焦げちゃったんだけどね。どうですか？チーズの味する？無言。おいしい。うん。はん、ブラブラしてて、こっちで噛めない。うん。どっか、歯また抜ける？うん。マヨネかけてみたよ、私。うん。マヨネかけても美味しいんじゃないかな。わ、すごい、かけすぎでしょ。大丈夫。かけすぎだよ、しーちゃん、それはちょっと。それさ、細いのがついてないからね。よくマヨネーズってさ、細い口のやつがついてるじゃん。めっちゃ太いよ、これ。そう、それでね、コストコのだからね、ぶっとい口しかなかったから、まあ、しょうちゃんが責められてもあれなんだけどね。目かゆいの。大丈夫？花粉症かな。こっちの目だけすごくない。大丈夫？うん、大丈夫。キラン。キラン。かわいい。後ろ。あー、かわいいね。かわいいな。以上になります。また島の旅行を起きて
気になりたいときはお気軽にお尋ねくださいね。ということで、今から洗顔とかやっていきたいと思います。はい、ここに、ここにね、洗濯バサミ。あ、これね。そうなんですよ。これ去年誕生日にね、バディさんからいただきました。そうだね。これ使ってるのね。使ってます。で、こうやって結ぶんです、うん、私。結んで。これ100均で買いました。ん？これ300円、100均で買ったんだけど300円で。あ、そうだそうだ、ダイソーでね。そう。泡のやつだっけ？ワンクッション泡出てくるやつ。そう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 。これでも結構良かったんじゃない？めっちゃいいこれ。この辺肌が今あれだね、ニキビができそうな感じ。そうですね。ねえ、思春期ですからね。そうですね。ニキビもできやすいお年頃に入りましたね。最近すごいできるんですね。ね。でもこっち側はできてないでしょ。こっち側は大丈夫そうだよね。はい。はい。本当だね。うん。本当にこの辺多分できてる。ここ。はい。はい。というわけで、次にね、髪の毛やっていきたいと思います。はい。オッケーオッケー。寝癖直す。放送が流れてるね。ね、なん多分外出しないでくださいっていう放送かな。結構流れない1日に何回か。流れる結構。OK。はい。アイロンはまずそうやって前髪を伸ばすんだね。そうですね。はい。だいぶ伸びたね、でも。伸びてるね、また。できました前髪。ちょっとふわんってする。あ、いいじゃん。ちょっとふわんってする。見てみて。うん、なるほどね。ちょっと先っぽだけ内巻きにするみたいな感じですね。先をね、内巻きにする。で、横は普通に、ストレートになるようにアイロンしていくと。すごいね、前髪に。だいぶ薄くしたね。すごいよ、だって。束がほら。だよね。これ全部伸びた前髪でしょ。そうだよ。こっち見て。そうだね。うん。これ全部。ね、すごい大量だよね。だよね、すごくない？だいぶ薄くしたもんね。だよね。美容院に行くとね、前髪薄くしたいって言うとね、一応やり方とか教えてくれるよね。あ、教えてくれます。はい。しほちゃんも一回聞きました。ね。そしたら本当にもう、ピンとかしてそう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 、もっと伸ばすしかないんで、うん、とりあえずね、学校とかもピンして生きてくださいみたいな。でも別にそこまでピンしていかなくても大丈夫だったね、しょうちゃんは。はい。結構しょうちゃんね、ドストレートじゃないので多少ちょっとね、癖っ気があるんですよね。だから別にそんなピンでピンと押さえなくてもそこまで邪魔にならなかったよね。だからすごいストレートの人は多分邪魔なんだろうね、この辺からピン。でも私ストレートもいなくて。それはわかる。ママもそうなってたもん。なんか、いつもね、うん、すごい跳ねるんですよ。リミドストレートだよね、リミね。いいよね。あの子結んでも絶対さ、しばらくするとさ、跡がもうなくなって、すごいストレートになってるよね。いいよね。
そう、リミは生まれた時から直毛なんだよね。ほんとしそう。しおちゃん生まれた時からくせっけな。私ね、うん、ちょっと結ぶだけですぐアドついちゃって。でもしおちゃんの髪は生まれた時もね、ちょっと茶色い感じでね、うん、いい感じの色だったんだよね、生まれた時から。色はいいの。そう、色は良かった。リミはね、どっちかっていうと黒毛で直毛でみたいな感じだった。やっぱ兄弟でも違うんだなと思って。ちょっと茶色っぽい私っぽい。でも茶色の要素は切っちゃったけどね。生まれた時は茶色かったんだけど、今も黒なんだ。マッチ。うん、そっか。うん、でも言われてみれば茶色っぽくない。でもさ、でもそんなに言うほどくせくせくせって感じのくせ毛じゃないよね。まあ程よいくせ毛っていうの。めっちゃストレートではないけど、でも広がるわけでもないし、うん、いいんじゃない、程よい。でもね、長さか、長さが問題なの私。長さもっと伸ばしたくて。あ、すぐ跳ねちゃうの後ろが。しょうがない、このさ、中途半端な長さの時が一番辛いよね。一番辛い。だからこの長さでちょっと伸びると跳ねるじゃん、うん、そうするとやっぱみんな切りたくなるわけよ。でもまだそこがまだね、伸ばすで決めたらそこを我慢しないと伸ばせないんだな、うん、これが、うん、すごい跳ねちゃって。そうだよ、しょうがないよ、うん、もういざとなったら結んで乗り切るとかしないとね。とりあえずここを乗り切らないと伸ばせないよ。まあね、顔周りだけ内向きになってれば別に、うん、そうだよそうだよ。後ろはもう結んだり、後ろはこれから夏になるしさ、暑い時はちょっと結んでもいいかなって感じじゃない。可愛く結ぶ感じ。そうだね。うん、まあ工夫して、ね、伸ばしたいんです私。でも毎回切ってきたんで、この長さになると私。そうだよね。でももう伸ばすって誓ったもんね。誓っちゃったから。2年間切らないって誓ったから。6年生まで伸ばして。OK。 はい。で、洗濯バサミで、それだけはここにかけたいのね。ここにかけたい。はい、というわけでおしまいです。はい、じゃあ上行ってスキンケアしましょう。はいはい、スキンケアするんですけど、私机の上汚い、机の上汚い、なんか富岡さん。うん、いいじゃん。髪が青っぽかったかなと思っちゃってて、うん、塗り直そうかなって。すごいなんかもう荷物がいっぱいな机だね。しょうがないね。そこでもそこで実際本当にやってんだもんね。本当にやってんだ。机の机でやる。いつも通りがいい。いつも通りがいい。じゃあここでやって。でも私、あのせっかく前髪したのに、うん、ピンやるとまたうねってなっちゃうんで、うん、いつもどうしてると思います？本当は普通先にスキンケアしてさ。だよね、うん、順番が違うんだよ、ちょっと。でも、うん、いつもあんなんですよ。どうしてんの、じゃあいつも。いつも？でも止めるしかないよね。上に上げるの私。あー、でもこうやって片手でもうこうこうやってみたいな。で戻してもこう。最近そうなんだ。そう、本当最近。じゃあやってください、いつも。順番違うからね、ピンじゃ止められないもん。だからね、ほんとストレート最近憧れてて。こっち見てください。すごいやり方です、こう手で押さえながら。本当いつもこうなの。いつもこうなの。そう、いつもこう。すごいスキンケアの仕方。でしょ。はい、あと着替えます。じゃあ着替えましょう。はい、はい、着替えました。はい、というわけでちょっと照明映っちゃったけど、まあ気にしないで。はい、今日は何の服ですか。今日はリサイクルショップで買ったワンピースです。はい、これザラですね、一応ね、はい、一応未使用かなんかで売ってて、はい、すごいね、可愛かったので、だいぶ前に買ったやつだけどね。で、中に着てるのはこれは どこだ。ウィゴーか。カッターです。そうだね。はい、というわけでね、ちょっと今ね、郵便が来てしまって、はい、ママが行ってきてくれました。すいません、ということでちょっと今途切れちゃいました、撮影が、はい、すいません。はい、ということで、ザラで買った、ザラで買ったじゃない、リサイクルショップで買ったザラの服です。で、中がウィゴー。はい、ここまで話したんだよね。ここまで話しました、さっき。はい、こんな感じで今日はコーディネートしたそうです。はい、はい、じ
ちょっとこのライトがね、ちょっとすみません。目立ってるライト。目立ってる。ちょっと近すぎちゃった。はい。はい。こんな感じで今日一日ね。こんな感じで、もう今回はこれでモーニングルーティン終わりですかね。え、終わり？もう早っ。え、早っ。え、もう終わりでしょ。これコロンたち呼ぶ？あ、そうだね。うん、コロンたち呼んで、じゃあこれからちょっとね、昨日とかずっと一昨日も雨でストレスが溜まってるので、ちょっとねベランダでちょっと気分転換したいと思います。はい、というわけで仕事読んできます。はい、はい、ベランダに来ました。白黒、今日は晴れたからね。でもちょっと濡れてる場所がまだあるね。まだあるあ、めっちゃ大興奮だね。白コロが大興奮、楽しそう。コロすごい尻尾振ってる、ね、嬉しいね。早くてカメラに撮りきれない。え、これ本当にすごいですね。めっちゃ喜んでるね。すごい。今日もいい天気、今日はいい天気だね。昨日とかは全然だったけどね。今日はだよね。今日はだね。暑いぐらい。ね、めっちゃ暑い。でももうゴールデンウィークだからもうすぐ、うん、暑かったもんね、毎年ゴールデンウィークってね。そうだね、半袖とか着てたもんね、うん、いや今年のゴールデンウィークはどこにも行けないね。ね、ゴールデンというわけにはいきませんって言われちゃったしね。そうだね。っていうよりもうずっと休みだけどねゴールデンウィークに限らず。そうだ ね、学校始まるのかな。始まんないと思うよ、多分。始まんないよね、多分。多分このままじゃ始まった時点でもうコロナだもん。そうだよね。やだね。ね。うん、私は学校行きたいんだけど。そうだね。学校好きなんで。うん。友達と会えるのが幸せ。そうだよね。うん。悲しいね。悲しいよね。つまんないよね。そうね。あと、太るよね。うん、家にずっといると確かに太るブルブルするしかないじゃん。だから、うん、また今日もブルブルしないとですね。はい、昨日20分やりました。本当？あ、20分以上かな。アニメ見て、多分アニメ見ながら、テレビ見ながらできた。できました。うん、ちょっと前すぎたんで後ろにこう、そうね、下げてやらないといけないけどね。でもなー、どうしよう、アニメを見ましょう。カリャンカリャン、今日はね、かぐや様をくくらせたいのね、うん、第3話なんだよ。そうなんだ。まあ、録画してる。明日だよね。見てるの？え、これ見てるんだ、かぐや様、うん、そうそう、面白くない？もう見てないんだよね。第2期なの。でもね、うん、今日は見れないんだ。なんで？夜遅くに放送される。あ、そうなんだ。で、録画してるのね。そう、録画してる。なんか明日すごい楽しみ。そっか。うん。楽しみなの。キラン。キラン。ほら。あら、かわいい。キノン。あら、かわいい。顔が撮れない。かわいすぎでしょう。にゃん。かわいいにゃ。かわいいね。降参してる。降参してるね。お、これもやってきました。ドラマ鍋よっか。かわいい。